気づいぎしゃ、気づいぎしゃ、気づいきしチェリー自動車、チェイクワイッシュ、英語表記、チェリーオートモビルは、中華人民共和国の自動車メーカーである。正式名称は、第一記者、東風記者、上海記者、長安記者とともに、中国自動車メーカーのビッグモのうちの一社である。安記省及び同省武蔵政府の出資によって1997年に設立。 会長兼社長は、インドを明る。中国自動車工業協会、中国語表記、中国記者工業協会の統計では、2005年度の自動車販売量は18.4万台。中国国内で第7位。自主ブランドメーカーとしては、中国国内で最多の販売実績を持つ。2006年3月28日、生産50万台目に当たる車両が完成し、 2007年には中国でのシェアを第5位にまで上げ、前年シェア3位の現代ギア自動車グループを上回った。キズイの英語表記はチェリーだが、これは英語の単語のチェリーから来ている。キズイの木は中国ではとりわけという意味があり、ズイには万事めでたく順調の意味がある。合わせるととりわけ万事めでたく順調という意味になる。 また自主ブランドメーカーとして最も早く製品の海外輸出を始めている。1997年3月18日設立。1999年からセアトトレードのライセンス生産で自動車生産を開始。設立当初自動車生産のライセンスがなく中国国内で自動車を販売することができなかった。そのため2001年に自社株の20%を 上海汽車に譲渡する。代わりに、セイックから生産のライセンスを取得する予定だったが、セイックは2003年に木髄との関係を解消する。この背景には、セイックと合弁事業を展開するゼネラルモーターズとの間でのデザイン盗用問題があると考えられている。具体的には、木髄が発売した9級と東方紀子のデザインがそれぞれ GM 台製の シボレースパークとシボレーエピカに告示している点、及びキズイの英語名のチェリーがシボレーの愛称のチェビーと一時しか違わない点が問題とされた。この問題で2003年に GM はキズイを二度告発している。その後、株主が代わり2004年9月23日に生産ライセンスを取得することになる。同時に社名を上記キズイ記者から 気づいに社有限行使に変更した。2007年からマルコム・ブリックリンが設立したビジョナリー・ビークルズ社によって気づい社の北米販売が計画されていたがディーラーが集まらなかったため撤回された。なお、ブリックリンは1967年から1971年にかけてのスバル360の輸入、1970年代のスポーツカーの製造。 1980年代のユーゴスラビア産の小型車、ユーゴの販売でも知られる。2007年7月アメリカのクライスラーと米国向け小型車の供給で提携を結んだが後に破棄された。2007年8月7日イタリアのフィアットと合弁事業に関する覚書に調印したが2009年3月、現在凍結している。両社の合意によると暗記の気い工場で 2009年からアルファロメオとフィアットなどを年間17万5000台生産する予定である。2007年12月にイスラエルの持ち株会社であるイスラエルコーポレーションとの自動車生産合弁事業を結びチェリー・クアンテム・オートモティブ・コーポレーションを設立。2011年11月にチェリー・クアンテム・オートモティブ・コーポレーションはカース・オートシオ LTD と解明された。2010年代には、ブラジルに進出するため、サンパウロ州にブラジルチェリー社を設立。2014年、年間5万台の生産能力を有する自動車工場を建設して、生産を開始したものの、ブラジル国内の景気減速局面に、愛生産台数が1万台に届かない状況となった。2017年には、 ブラジルチェリー社の株式50%をブラジル国内で自動車生産を手掛けていたカオア社に売却している。気づいは、ジャガーランドローバー、イスラエルコーポレーションと自動車生産の合弁事業を展開しているほか、アメリカの自動車部品会社、アービン・メリター、ジョンソン・コントロールズ、PPG ・インダストリーズとも合弁事業を展開している。クロス。 キズイにとって、初めての外国資本との自動車生産における、合弁事業で、2013年初めをめどに、完全新開発のセダンの販売を始めるとされた。なお正式社名は2011年11月にカース、オート CO、LTD と改名された。キズイジャガーランドローバー、2012年3月インドのタダモーターズの子会社で、イギリスに本社を持つ、 ジャガーランドローバーと中国国内で、ジャガーとランドローバー車を生産、販売する、合弁事業契約を結んだ。ジャガーランドローバーにとって、海外初の生産拠点である、チャンスーショーツネジクシの工場は2014年に、完成した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。